今日はここ1年ぐらいで一番気持ちよかったことがありました。今日はお昼に新発売のハンバーガー食いに行ったんですよ。さて、店内でお召し上がってたのですが、その店の中がひどいありさま。何がひどいって、おしゃべりギャルママ軍団がガキをほったらかして大騒ぎするわ。ガキは走り回って動物園みたいになってるわで、店の中の他の客さんの空気が最悪なんですよ。わてももぐもぐ食いながら、イライラがだんだんピークに。なんか一発かましてやりたいと思いながらポテト食ってたら、すぐ横でガキがストロー連結させてチャンバラ始めるですよ。親やめさせろよ、と心の叫び。しかし、ゲハハッハとかてバカ笑いしてるだけ、隣のおっさんつつかれて迷惑そう。親の席から離れているので全然見えないのが、相まってガキども4人。好き放題、最悪の状態でした。んで、その時めっちゃいいこと思いついたので実行したんですよ。その流れ、次の通りです。ガキが、わしの横でチャンバラしてるんで、とりあえず、ニコニコしたふりしてみてる。ガキと、時々目があったら、温かい眼差しのふりをする。んで、しばらくしてから、ええもん持ってるな。ちょっと、兄ちゃんにも作り方教えてくれへん？と、ストロー刀の作り方を聞くと、危機としてとして、4人がかりで、あれやこれやと教えてくる子供たち。うわ、めっちゃすごいやん。ありがとうなあ。お礼にめっちゃいいこと教えてあげよっかなあ。なになに教えて。自分らのママ全然かまってくれへんくて弱しない。もっと遊んでほしいやんな。遊んでほしい。そしたら、ママが絶対にかまってくれる魔法の言葉教えてあげよう。うっそ。ほんまほんま、あんな育児放棄って言ってごらん。育児放棄？なんて意味？まあ、叱らないで、とか、もっと遊んで、って意味だよ。本当に、これが魔法の言葉なの？大声で、ママ育児放棄しないで、って叫んでごらん。声が大きいほど効果抜群だよ。その直後、子供たち4人が店に響き渡らん限りの大声で、ママ、育児放棄しないでー。と叫びまくる。凍りつくギャルママ。阿鼻叫喚の店内。そしてギャルママたち、大慌て。ちょ、やめなさい。静かにしなさい。いやー、育児放棄しないで。静かにしなさい。育児放棄、いやー。リアル、ホットコーヒー吹いた。して、逃げるようにギャルママたちは帰っていきました。子供たちはバイバイしてくれました。その後、店内、爆笑とまではいかないも気持ちのいい空気。近くに座ってたおばちゃんが、兄ちゃん、ほんますごいな。と、褒めてくれ。ストローでつつかれてたおっさんが、面白かったよ、いや気持ちよかったと称賛してくれました。その後、シャカシャカチキン食べて次の仕事へ。超ご機嫌な一日でした。